フィッシャーシュウです。マサイ、モトキ、ダマ、ザコ、ナホ。明けましておめでとうございます。2023年本年もよろしくお願いします。お願いします。2023年始まってからの動画がちょっと新年の挨拶をするタイミングがあまりなかった。確かに、1日に上がった動画がちょっと煽り目の動画なんで、そこでちょっと明けましておめでとうございますってやるのもあれかなみたいな、うん、2日目の動画はもうすでに撮ってた動画。そうね、バステイクで、3日目の動画も明けましておめでとうございますを言うのを完全に忘れてた。忘れてます、うん、あの明けましておめでとうございますより鬼ごっこに夢中すぎた。そう4日も風呂作ってるし、ね、そう4日もマジでちょっと長い間ね、多分仕込んでたんだな。そうだな。どの日程に合わせるかっていうのがまだ決まってなくて、まあ明けましておめでとう、明けるか明けないんじゃないかって話してたら明けました。明けました。明けました、おめでとう。今日の動画はですね、毎年恒例の土手、そして鍋とフィッシャーズ聖地巡礼。鍋動画って言ったらね、僕らフィッシャーズもだいぶ長らくやってますけど、大事にしてますね。あれを見てやっぱり年越したんだなって思う人結構いるみたいで、ありがたい、うん、嬉しいですよね。なんか視聴者と共に年を取ってる感覚になれますよね、まあ、今日だから大晦日なんですよ。はい、実を言うと大晦日に土手行くのも久しぶりなんじゃない。確かに。あれ、そう、そう、あの12月30とか、うん、前日か、ちょっと前に行ってた気がする。そう、マジか、まあ、今年は普通に大晦日に行こうと。まあ視聴者さんいたらいたで普通にワッキャーやっと楽しみましょうと。今からですね、まあ、このオープニングを撮り終えたら、まあ、僕らフィッシャーズが、まあ、12、3年前ですかに多分できたのかな。そっか、そんなだと、うん、荒川にちょっと行って、まあ今年の話なんかをしてね、まあ盛り上がれたらと。でその後、鍋の買い出し。よっしゃ、はい、まあでもちょっとここは班で分かれようかなと、うん、まあなんか他に作業ある人もいるから、まあそこはちょっとまあ行ける人間でこう行って、うん、でまあ作業ある人は作業ある人。2022年さ、うん、まあ本当にいろんな活動やってきたけど、自分の中で記憶に残ってる活動みたいなちょっと話してもらう。いやでも夏じゃね、夏。いや今年ちょっと3億ちゃんと超えられたのは、うん、俺も良かったと思ってる。ああそうだね、そう、自力の強さが出たね。え、毎年の目標でありさ、やっぱ年々そこに至るまでってなんか全然違うじゃん、道のりが。それだけどちゃんと超えられたっていうのが、うん、なんかいい年末というか、うん、いい鍋食えるんじゃねえかなと思ってる。そうだね。単純に俺的にはデスマーチが、ああはいはい、まあ夏前のやつか、それ向けてのやつだ、向けてのやつが来ましたね。ああ、あれは結構疲労たまってね、まあ動画でも言ったけど本当にね、病んでたからね。やばかったよあの時は。デスマーチ超えた後もやっぱ俺はいろいろあったから。まあそうだね。そういう意味で言うと本当に今年はいろいろこう自分の中でも変化があったなっていう、やっぱ面白いなっていう、そのいつものフィッシャーズってやっぱそうこう力ずくでなんとかしようって言った。パワープレイです。パワープレイじゃん本当に。力ずく、パワープレイでこう何年間もやってきてる分、やっぱよっしゃやっとるわっていうのがあるわけよ。うん、その気持ちで行くのは良かったんだけど、やっぱ最終日死ぬよね。ああ、疲れるよな。まあでもなんかやっぱ乗り越えたって感じがあって結構スッキリするんだけどね。うん、やっぱ辛い分ね、あの終わった後にああ終わったなっていう感覚にちゃんとなれるから。なるなる。まあその達成感がなきゃYouTube やれねえしな、うん、そもそも。まあ結構メンバー全員でどっかに行ったりとか、うん、まあ、シルクとかウンダホとかと一緒に出ることあったけど、うん、まあ俺となんかダーバだけとかで、うん、あんま行くことなかったから、うん、それは新しかったかなみたいな、うんうん、まあ結構一人でいろんなところに、まあ、来年遊びに、来年っていうか23年、そうか今年か、まあ、今年はまあなんか一人でなんかいろんなところに遊びに行けたらなとか思ってます。確かにね、ソロのこうやっぱ一人一人のね個性の強さっていうのはしっかりと出していかなきゃね。そうそうそうと思いますよね。ちょっとこう日和りすぎた部分があったりとか、どうしよう大丈夫かなみたいな不安が勝ってた分結構大きかったから、うん、そこをねちょっとまあ今年で拭えたんじゃないかなとは思いますね。まあ一皮むける1年だったよね。そうなんだ。俺はもう完全に半分趣味なんだけど、やっぱセガさんとのソニックのコラボだな。はい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 。俺小さい時からやっぱ見てたしさ、ゲームをプレイしてたさ、うん、ソニックとコラボできるっていうのは正直嬉しかったね。ね、CM にもなったりとかね、街にも結構広告ドーンと出たりとか。知ってたんでね、あの施策すごく大きかったからね、うん、まああとそれで言うとダーマがこっちに本格活動してから多分初めてのでっかいやつなんじゃない。そう、ああ、うん、そっか、そうだ、ね、CM 撮影みたいなね。確かにね、専属でフィッシャーズになってね、それで言うとかなりこうね思い出深いね。
すごいね、 YouTube よしじゃあ本格活動しますでいきなりセガさんとソニックなんけあまりにもデカすぎるよ、何者そんな YouTuber ほぼおらんよ、コラボくらいですか。あーはいはい、ちゃんと一人で企画作って、うん、一人で行ったやつもかなり多かったから、うん、まあ、自分でもすごいいい経験になったし、うん、まあ、楽しかったかなと思って、うん、やっぱ今までなかった動きですよね。そうだね、やっぱ今までなかった動きが多かった。俺の中で結構記憶に残ってるのは、まあ、むちゃくちゃ多いんだけど、ぶっちゃけ、まあ、全部そうだけど、そう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 、なんだろう、今年はマジで多分そのシルクロードというのをめちゃくちゃ前に出したのは、うん、多分今年だったから、うん、なんかちょっとこうどっちかっていうと今までこうメンバー行こうみたいな感じだったんだけど、うん、結構今年はね行ったらよみたいな感じで僕、うん、オンライン鬼ごっこもそうだし、係もそうだし、もうそもそも個人チャンネルがそうだもんね。まあそうだね。いや、ほんとロードシルク毎日投稿しながらメインチャンネルも作り上げて、さらに他のこともやるっていう、なんかマジで シルクロードシャンクス説が濃厚になってますね。今年はね、やっぱ行ったれ、うん、だよね。あ、でもそれで言うと、よしやったったぞっていう感じはない。まあそれでもやっぱね、要所要所やっぱどっと疲れが来たね、うん、あなんか悩むことも多かったし、今年はだから珍しいかもな、俺あんま悩まないんだけど、今年いろいろと考えた、うん、あー、その、まあ、個人としてのあり方もグループとしてのあり方もそうだし、 YouTube のあり方もそうだし、うん、すごいいろんなこと考えた年だったんだけど、不思議とね、達成感みたいなのがやっぱいろいろとクリアしてきたけど、今年ね、あんまなくて実は、うん、だから3億夏行ったってもそうだし、ね、その急成長クリエイターみたいなロードシルク入ったりとか、フィッシャーズがトレンドに入ったりとか、いろいろと、まあ一応さんとの夢のコラボとかもあったり、いろいろとね、そう、映画も作れたとか、本当にいろんなことやったんだ今年、うん、結構やったんだけど、あ、もう今年マックスだなとかね、一切思わなくて、逆に俺もっとやれたなっていう感覚の方が強いの今年、多分他の YouTuber の人もさ言ってくれるし、まああの年末に出てくるトレンドランキングみたいなので僕ら3個くらい入ってるんですよ、うん、そんなクリエイターほぼいないわけじゃないですか、うん、いや、フィッシャーズさんいろいろとすごいみたいな感じになるかもしれないけど、俺の中では結構なくて、それがもうちょい意見なんで、うん、感じがやっぱ強いから、まあ、来年見とけよっていう感じの思いが強い2022年だったかなと思いますね。確かにここに来てもう年末だけど、うん、これ撮ってる時はね大晦日だけど、うん、まあ、確かに仕事納めって感じはないよね。うちないけどな仕事、まあ、ないんだけど、ね、ないんだけど今までないんだよ、仕事あふれてる2022年は。まあでも俺は楽しかったかな今年。確かに、なんだろう、まあガチでいろんな YouTuber、 本当に今年いろんな人から話聞いたけど、むちゃくちゃ悩んでて、本当そこはね勉強になったから、いろんな話聞けてね、それを自分のチャンネルにこう生かしたりっていうのもできたんで、うん、まあやっぱ YouTuber ね、みんななんかこうね、あのいろいろと戦ってるじゃないですか、登録者の数でこうこうこうが、実はあの別に敵対意識とかじゃなくて、まあ盛り上げのためにやってるんで、お祭りみたいな、お祭りなんだあれ。だからね、結局みんなで伸ばし合おうよっていうためにみんなでこう目標を掲げてるんで、だからなんか今年はね、そういうのがこうより一層盛んにあったので、 3,4 年前を思い出す感覚だったのかな、いい年だったなと思います、うん、ちょっとじゃあ今から土手に行きましょうか。おーしょー、毎年の恒例ですので、あそこに行ってね、うん、ちょっと心を洗いましょう。確かに、うん、じゃあ土手に行きましょう。おーしょー、まぼっちー、まぼっちーね、太陽目の前マン、土手着いたんですけど、うん、予想通り視聴者さん発見まあ嬉しいことですね、一気に年末感出た。賞味の話さ、なんか年末感若干薄いなとか思ってなかった。いや、ごめんなさい、あ、もう年末か、てんてんてんだった感じだったんだけど、うん、やっと年末だって思った、ね、今ここのエネルギーってすごいな、やっぱ帰ってきた感ある。やっぱでも大晦日って晴れるんだね。晴れるよね。うちら雨にしたことないよ、ないじゃん。まあうちらがってことは多分大抵がないんだろうな、まあそうだね、この地域でみんな思ってる。そう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 、まあ、どけ、雑魚、雑魚って言うな。もう何年来てんだよここ。何年来ても飽きねえわ。まあ飽きないね。いた、あそこにも、みんな待ってくれてる。ここにも、うおー、この道だ。いいね、この道やね。そうか、今日は大晦日か。なんかあっという間だったな、1年だ。土手に12、3年通い続けてんだ俺。すごいな、やば、何年来ても土手なんだけど。すごいね。いつものところ行くか。愛も変わらずですね、ここは。さすがに年末すぎる、これは。これは年末すぎるわ。え、てかこんな綺麗だったっけ。なんか今日水綺麗じゃね。お、ドロ
いる？誰？え、ちょっと匂い嗅ぐわ。うん、昔より大丈夫かも。そんなことある？そんなに。くせえよ普通に。あいつマジもう右手やべえよ。普通に止水だったよ。あーこれですね。めっちゃよくない？うん、多分死ぬ直前これ思い出すな。走馬灯、走馬灯で出てくると思う。しかも13回ぐらい。あと今年あったかくね。あったかい。これ例年よりね。なんか前回クソ寒くなかったっけ。手袋しないとね、手がかじかむぐらいだったんだけど。だから、ね、私今日みんなちょっと警戒して上着着てきてるし、うん、厚着してきたんだけど超暑いよ今。普通に暑い。まあ2022年こう軍団を見つめ直す機会になったみたいな年かな、うん、まあでもさ今思ったけど何もしてないでそうやって見つめ直すのは絶対必要なことじゃん、うん、なんかしながらもそうやって、うんね、期間を設けてさ、いやこの1ヶ月ちょっと渋かったなみたいな、もうちょいやれたんじゃないのみたいな話できたのはでかいよ、うん、何にも動かない状態でさ、話し合いしないのが一番やばいじゃん。確かに、確かに動いた中でもさ、いやもっとできたやんの話だったじゃん、うん、それが良かったこの場でさ、もう振り返っとく。あ、振り返る？ちょこっと。フィッシャーズ、2022年早見表。あの、新世代の YouTuber と俺らで100分間鬼ごっこしたので今年が始まりました。それは覚えてる。だってあの辺から仲良くなったって考えると1年ってすげえな。ダーマ覚悟決めて会社を辞める。これ今年ですから、はい、で、その次がね、ラッキーボックスの動画ですね、はいはい、これもランキング入ってたんです、うん、1年間僕がビール禁止を行きまして、解禁してここで飲み始める。で、俺が喉ぶっ壊すっていうのも今年。そしてフィッシャーズスタッフが仲間に加わりましたっていう発表したのも今年です。え、そうなんですよ。 あのフィッシャーズに仲間が加わりましたっていうのが1月の12日です。に発表。だから今年なんですよ、スタッフがしっかり動画出始めた。7年ぶりに同世代 YouTuber 全員集めていったもんね。あー、はい、そう、水たまり、その時カリスマブラザーズで、アバンティーズ、フィッシャーズと。これたまたまソラチに偶然道だったんだけど。あ、言ってたね。めっちゃ元気そうだった。あ、ほんと。あいつ元気なくなったらいよいよ終わりでしょ。3月の2日にね、これ出してますね。ナホの実家が、まあ、今年で亡くなりますよっていう。まずお世話になりました。うん、だから今日は開催、鍋の開催の場所もあの、俺らの家なんだよね。そう、そうだね。実家じゃなくて。そう、どこでしょうかってとこですよね。そうだね、どの家が選ばれるのか。ダーマの家一番ないだろ。お前、俺の両親参加するぞ。ちょっと面白い。六甲山、うん、フィールドアスレチックグリーニアが、うん、あの規模拡大しました。やばいんだね。あれ以上でかくなるんだっていう、ね、そうだ、ヤマンボウを俺らで手掛けていいですよってなって、視聴者さんがあのアスレチックをあの考案してそれを作りますよっていうのもやったのも今年です。そうだね。そうだ、ダーマとかザカオの編集合宿がありました。おー、あー、そう、だから今年しっかりとメインを作り出したの、だから編集をやり出したの、ね、フィッシャーズテンポ感とかリズムとか、うん、間とかあるのよ。そこら辺はやっぱ意識していくのがやっぱまだ課題かなって感じよね。お前作り手だ。来たね。フィッシャーズやん。僕らの地元亀有アリを貸し切って、鬼ごっこ。あれも今年。奇跡でしょ。東京都のこの葛飾区で観光大使になったの。やった。はい。これでかいことでしょ。いや、でかすぎる。ザカオくん結婚もおめでとう。今年どうですか。変わりました、結婚して。いや、なんかいいみたいな、もう変わんない。ああ、まあ言うよね、あの同棲が長かったりするとっていう。そう確かに、時間も長かったと。お小遣い制だったぐらい。自分がまた一歩さ、一皮むけようとか変わろうとするタイミングで理解をしてもらえるからね、いろいろある。そうだね。そういうのもこう太る時とかちゃんと言った方がいいぞ。俺言ったもん。まあ確かに、ね、太りますって。太ります。7ヶ月前か。だから観光大使になりました。マジかね。え、退職店のね、賛同。そう、動画出したの5月です。5月後半です。シルク、ソフビ作りました。あげるくん、あげるくんですね。あの、その情報もまた後々話そうと思うんで。あげるくんいいよね、デザインね、うん、あれ普通にいいよ、ね、かわいい。あげるくんの話はまた今度。ライフスタイルブランド、ドテネ。うわ、ドテネ、はい、あのグミとか出したりバスボム出したりとかっていうのも今年なんです。すごっ。そうか、お金グミ今年か。いや、すごいよ今年だから。だし、そもそもロゴとかその名前の由来ここだもんね。ここです。ドテネ、集合場所ドテネのここですよ。あの、まあ私事ではあるんですけど、あの日本 YouTube のあの、あの審査委員長になりました。すごいよな。はい、あの広告賞の審査員になりましたね。目覚まし時計、起きろよボケ。これですね。これです。ジリリリリオ。はい、ジリリリリリリオです。あれはすごかったね。本当にさ、あの一瞬で生まれたやつがここまで規模でかくなると思わなかったよ、誰も。あの動画はやっぱランキングにも載ってましたね。
あれ神曲だ、神曲だったね。そうね、歌ってみてください。すごいな、寝てる人起こして1時間でカラオケ配信までしてるんだよ。やばい、ね、しかも自作の MV まで作ってな。これジリリリオでマサイが思いついた時のテンション一番好きだもんな。いやー確かに、やーべー楽しくなってきた。あれ怖いよな。怖い怖い。でもさ、なんかああいう一瞬ってない？あーまああるよ、あるある。これは絶対面白いってだ、動画で言うと伸びるって。そうそうそう、俺絶対みんなに見てもらえるなっていうのを思いついた瞬間はやばい。ペケタン今後の話させていただきます。ペケこれ今年です。あります。ようやく話したなっていうのと、うん、そうだ ね、しっかりと、まあ、この説明はした方がいいよねっていう、まあね、俺らの中でもね、もう蹴りついた話で、うん、締めだよね、まあ、本人ともしっかりとね、うん、やり取りしてね。そうだね。そうそう、だってあれから何回か会ってるけど元気そうだったよ。うん、うん、よかった。まあ何よりですよね、元気そうなら、うん、これもね、話したのが大体まあ5ヶ月前かな。あー、 YouTuber デスマッチ、うわ出た。もう地獄の夏。デスマッチ自体は俺は全然体力は大丈夫だったんだけど、やっぱ夏ひっくるめて終わった瞬間が疲れた。まあ目標もしっかりと3億いったんです。うわ、東京タワー鬼ごっこ、うわ東京タワー全部貸し切ですね。えぐいよ、いや、えぐいよ、普通に やばいよね。このやっぱ夏やばいわ、やりすぎてるもん。やばいすぎで、俺が映画作ります。やばいね、やってるな。かかりっていう自分のね、心霊体験映画にして、ペケタンとの虹、あーね、よかったな、ラストテイク。そしてオンライン鬼ごっこ、温めてたもんね、これ。これは温めてましたね、正直。なんかみんなで盛り上がれる、しかもコロナもあったから、みんなで楽しめる鬼ごっこしたいね。で、これネクステのヒカルさんとコラボした。おお、数年前まではほとんど喧嘩してましたからね。ねえ、誰とは言わないけどさ、今そのムーブ見てさ、うん、あーなんか懐かしいなって気持ちになるもんね。なるね、まあ、夏3億超えたタイミングで屋形船でみんなで打ち上げた。やった、あれ超楽しかったな。ね、私たちは最強ってあの歌の曲とかけてるね。まああとイチローさんとグリーニアでのね、アスレチック&野球ね。まさか動画でコラボできると思わなかった、ね。いやでもめちゃくちゃ優しい方だったね。そうそうそう、ね、ね、初めてそのスポーツ用品、そうそうそう、ウェアもね、ワコールさん ね、あの CWX との、うん、まあ、コラボで、そうやってしっかりとこうスポーツブランドさんとも手を組んでやっていくっていうのも今年ですね、うん、確かに。普段コラボ行かなかったうちのメンバーの、マサイ君、ザカオ君、ダーマ君で旅に出る。その時期か、そう、コラボウィークか、はい、コラボウィークで、この前にまあ、元木くんがちょっと体調崩しちゃった。まあまあそういうこともあります。マサイも、まあ、体調崩したり、あそこでなんだろう、みんなが誰がフォローするのとか、まあそういうのね、考えたりとか、まあこいつが今動けない時にお前が頑張るしかないじゃん、俺らで頑張るしかないじゃんみたいな話ができたのがでかかったから、うん、まあだから本当に2022年がこの2022年でよかった。波にぶつかれたよね。ぶつかったね、うん、だから十何年やってしっかりと壁にぶつかれるのいいですね。確かにね。そう、もうなんか上がりましたみたいな感じじゃないじゃん。 YouTube とか人生上がりましたっていう感覚俺らには全くないから、はい、こうやって壁に当たれたのはでかいです、うん、セガさん、ソニックとのコラボがあったり、CM になったり。やばすぎ。あ、台湾行きましたね。いたコロナ明け初めての海外。マジで久々の海外。そう、ガチ忙しくて。忙しかったな。マジ、一瞬の隙もなかった。でも超楽しかった。うん、これめっちゃ楽しかったんだけど、なぜかっていうのは動画で出ますので。そのうち、そのうちね。しかも俺らのチャンネルじゃないです。ね、まあ以上です。いや、以上ですってレベルじゃないぐらいの盛りだくさんよ。だってさ、早見表行ってる間に日沈んじゃった。日沈んだね。早見とは何だったの。去年も今年すげえなって言ってたけど、それを毎回超えてくるんだよね。超えてるね。100分間鬼ごっこももう上がってますから。これからね、ちょっとまあ寒くなってきたんで、はい、まあ、いつも鍋の時にさ、こういうなんか1年あったことって話してるんですけど、鍋は今回スタッフも来るので早めに乾杯してスタッフの話とかも聞きたいじゃん。そうだね。これから鍋の買い出しに行こうと思います。いやー、買い出しだー。鍋買い出し班誰行きますか。俺ちょっと編集と、とんでもないものが俺の家の前にあって、それをね、片付けなきゃいけないんですよ。撮影しなきゃいけない。それで僕ちょっと鍋の買い出し行けないんですけど、来年に向けてのチャンネルの更新の準備がしたいんで。あ、オッケー、まあそうやも。俺もちょっと編集したいから。うん、じゃあ俺今日セカンダリ出そうかな。あ、じゃあ俺もちょっと編集してるわ。うん、スタッフ一人、俺とスタッフ全員連れて行く。おー、いいね。オッケー。人数多いんで肉用意しといてね。心配しないで。生ビールだけ買っといてもらえれば、うち死ぬほど酒あるんだよね。え、船一隻沈めるぐらいあるんです。やばい。行きますか。よっしゃ、行こう。ほら見てください、日が沈みました。話してる間に俺携帯の中に実は昔からずっと入れてある動画ありまして、ソーラン節の時の
あの50周年式典のやつずっと持ってるんですよ。ずっと入れてるの。先生が作ってくれた、先生が作ってくれたやついつでも見れるようにね入れてる。光立つにわかめ。あれは確かにいいな。そう。ちなみにソーラン節のあの映像見たことある人いる？あるある。あのソーラン節のあの皆さんお疲れ様ムービーあるじゃないですか。あれマサイくんだけ紹介されたやろ。あれ俺だけ紹介されてなかったっけ。そうだっけ。そうなんですよ。マサイだけ1枚もなかった。マジで。マサイくんの紹介なかったっす。マジ。編集で加えとくわ。よし秘密基地行くぞ。この秘密基地なんか知んないけどこの奥もあるんですよね、はい、いつも行ってる。なんかある。前はさなんかちっちゃい子のメッセージみたいなのあったじゃん。 あったね。なんか秘密のお友達みたいなやつ。おっとなんかあるぞ。何これ。何これ。危ないよそれ。マグマだよ。気をつけて。いやゴミでしょ。マグマだよ。あマグマだよ。ほらマグマミニ持ち帰った。ダメだろ。みんなにとっての太陽に僕がなるんだ。やばいこと言ったわ。ちょっと今の話、今の話、今の話。何だって。今の話、今の話、みんなにとって今の話、今の話。みんなにとっての太陽ともいい。サンシャイン。何それ。それ何それ。英語逃げ？英語逃げ今の。ダメだよ。逃げた今。逃げろよ。追っかけろ。追っかけろ。サンシャイン追っかけろ。追っかけろ。みんな捕まえろサンシャイン。おい、みんなにとっての太陽を捕まえろ。サンシャイン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 。下手なこと言えねえよ。よし、それでは鍋の買い出しに行きましょう。いかいか。ゲンゲンゲゲン原人。はい、面白くないです。オビラプトル。面白くないです。1、2、3、4。面白くないです。ザカ頑張れ今日。ザカ頑張れ今日。決めろ。面白い。面白いやってる。面白いやってる。面白い。面白い人いる。みんなザカオに助けられた今。ありがとうザカオ。はいということで鍋パーティー。もう22時半ということでね、まあ、あと今年も1時間半でございます。おー、終わりね。はい、土手でいろいろと喋ったんだけど、うん、まあまだまだ喋ることいっぱいあると思うんで、まあ、そんな、うん、今年の話なんかをしながらねちょっと食べていけたらなと思います。まあじゃあ早速乾杯しますか。いやー、おいおいおい、ましまして。それでは、2022年、まあ、忘年会ですね、うん、であの日が越えたら新年会と。すごい。二刀流。そう、二刀流の皆様、今年もねお疲れ様でした。はい。2023年ね、あの序盤からぶっ飛ばしていこうと思います。おいやー、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで乾杯。はい、勝負会。勝負会。今すぐ勝負くんだ。はい。鍋作っちゃうよ。はい、鍋作りましょう。どうですか、今年2022年はどんな感じでした。楽しかったです。バサッ。会話してる時に話聞いたのは全員言ったのがやっぱ今年も早かったわって言ってたよね。あー、早かったですね。なんか1年過ぎるのマジで早かったなって言ったのは覚えてる。今年は夏がもう夏場同士でもうフル稼働みたいな。夏ね。そこはやっぱ大変だったかな。まあやっぱちょっとねコロナが落ち着いてきたのがあってね、今年も詰め込むだけ詰め込もうって言ってやったからね。あとなんかありますか、今年の感想みたいなの。お前らスマブラの感想しかないのか、もしかして。じゃあスマブラの感想言ってみるよ。スマブラの感想あるか。昨日メンタルやられてあれなんですけど。まあメンバー側もね、だからそうスタッフも入れてね会議とかもしたんですけど、ね、結構しっかりね、そこでまあまあ主に俺がこうわって言ったりとか、うん、でそこからね、みんながそこにこうこうこうしていこうよみたいな話したりとか、スタッフも思ってることを言ってくれるみたいな会みたいな、ちゃんとした会議やったんですけど、まああれを終盤にできてよかったね。うん、まあ、土手でそういう話して本当にできてよかった。今後自分がどうなるべきかっていうのもあったし、胸の内でくすぐらせ続けるのも良くないしね。まあそうそうそう、あのね、うん、早めにこれは言っといた方がいいから、うん、この話スタッフが前向いてる状態でいいから話しとくから。あの実は引かれたんだけど流れた質問だった。何それ。スタッフが俺に対して1個質問、なんでこのメンツ集めたんですかって。おもろっ。おー、おもろい。それ実は答えてなかったんですよ。うん、
まあ、あの他の話題がわーって盛り上がって流れちゃったんだけど、うん、全く知らない人をうちのスタッフに入れようかどうか俺悩んだ。全く俺らと関係ない人とあのオーディションみたいな感じで、うん、面接みたいな実はやったんだよ。あらかた俺らの人間性知ってないと無理だなと思って、うん、やっぱその後輩だったり家族だったり、まあ、友達だったりっていう方がこいつこういうこと思ってそうだなっての言わずとも分かる、察することができる。そうだから近い人間ほどそれは分かるから、うん、だからそっちの方がやっぱり、まあ、やりやすいだろうなっていうのと、大体性格が分かったりとかこういう人となりっていうのが分かった方が、まあ、安心だし、だ全く、知らん人とやってもよかったし、そこはやっぱ考えたけど、だからここをまず揃えてそこから新しいスタッフとかなら分かるんだけど、そうだから初期クルーみたいなのは身近な人で語りたいなと、このメンバーになりましたっていう回答でございます、うんはい、あとなんか負けず嫌いそうな人を集めた。あーそうだね、やばいよね、負けず嫌いさ。そう、なんだろう、負けず嫌いなのにそれを出せない環境って一番やばいと思う。その負けず嫌い出せる環境ってめっちゃいいと思うね。その要は勝負してるっていう環境にいるわけ、うん、その世界にそのいたら強いはずなのになんか勝負もできないっていう人かわいそうだから、確かに、そう、まあ、うちは絶対勝負できますよっていう意味で、そう、負けず嫌いな人全員集めた。パッと思いついた負けず嫌いそうな人が集めた。間違いねえ、マブラで涙できるチームです。そうそうそうマジで、そうそうそう、それで言ったら君もそうだからね。そうですよ、そうそうそう、僕もですからね。そう、なおくんも、そう、なおくんもね、ありましたから。もう、本当に、まあね、今鍋もグツグツしてるんで、うん、まあ言えることは、カチャなんでもいいです。カーテマなんでもいい。まあここのメンバーカムでもそうですけど、まあ勝負し合いつつ、うん、まあだけど、仲良くね。うん、やっぱ勝負するからといってギスギスになったら、それはそもそも人間として負けてるので、それ重要なことを忘れてるんで、そこをね忘れずに、まあ、ギスギスせずに、まあ、仲良く、まあ、やりつつもお互いをまあリスペクトし合って勝負していきましょう。はい、といったところで食べますか。いや、いいですか。おいしょ。ちょっと3人も頑張ってくれたから好きな味食うから。いいよ、ナルシ君のうまいやつは腕もうまい。これ何も知らない、調べてねえよ。会場そういえばモトキッチです。そうだった。プロボットに言ってなかった。俺らはさ、見えんのよ、スタッフの顔めちゃくちゃうまそうやん。ねえ。めちゃくちゃうまそうに食うよ。まあまあまあ、なんだかんだちょっとお預け食らってたからね。まあ ね、マジでいろいろと紹介すること多すぎたんで、先に終わらせてきました。そう、確かに正解だったよ、間違いない。いや、だから、だろうと思ってた。さすがにスタッフ全員お預けきついな。そうだ、ちなみにでも、言ってないこととしたら、あれがありますよ、曲が。ああ、はい、届いてくれたんですか。そうですよ、サガランジャー、はい、ノアの動画あったじゃん。はいはい、巨大ロボットの動画、うん、あの日にひらめきました。言ってたもんね。ね、ずっとヒーローものやりたいなってちっちゃい頃から思ってて、うん、男の子の憧れですよね。ついにその日が来たということで、頑張ってイベントでもちゃんと来てくれたしね。そう、来てくれたんだな。だから久しぶりのオフ会もそうですけどね、本当に超楽しかった、あれ。ねえ、いただきます。まーす、うまっ。ちゃんとコラボ寝かすところまでやっていきたいなって。あ、そうなの。来年ぐらいでも酒飲むんだっけ。早いよ。すぐ飛ばそうとするやん。あのね、シルクこれ生まれた時から言ってた気がするやん。確かに、シルクこのギャグ生まれた時からやん。そう、ザカオのなんか、でも今年のあれか、定番てめえさって言って、あとは口悪いな、口悪いな。口悪いな。あ、俺好きだよ。このノリは定番に。引退一番最初に言ったの誰。俺。あ、そう、多分ダホちゃんだと思う。スマブラを負けたら引退って言ってた、言ってたっていうようになってから、うん、そうか、それはそうだ。だいぶ昔から言ってる。だいぶ昔から引退してるよねって意味わかんない。やばくない。だって大晦日でさ、さっき今年は引退って言ってたやついて、キングウェイとか来年もまたやってるやつな。閉店セールの回転セールやるやつ。そう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 、ジーンズメイトが本当に閉店した時はマジでヤバかったんだから。今年は俺は個人的には苦い思いとかいろいろあったし、もうちょっとこうできたのにもあるけど、楽しかったね。なんかもう一個上のシルクロードを見れた。まだ慣れてないシルクロード。いやでもなんかちょっとシルクに影響を受けてるところあるな、俺。それ嬉しいね。だからそれはやっぱあるよ。人間としてその可能性っていうのが、ジュリックが頑張ってるから頑張んなきゃなっていうところはさ、常に絶対あるからさ。そう、やっぱでもその分なんか自分が頑張ってるはずなんだけど、より頑張ってる人間がいるから。そうなんか、やっぱそのなんつうの、たまにメンタルがやられる。メンタルが。容量結構いいのよ、割り勘でね。まあ、それはもう努力で容量良くなってるのかもわかんないでしょ。おかげで結構吸収が早いのね、やっぱ。で、
それを真似しようとするんだけどやっぱうまくいかないのよっていうのでね、なかなか来るものはある多分ダーマなりに環境が新しくなったから考えることも多いだろうし、そうね、うん、まあでも多分悩んでるのすげえわかる。でも多分悩みながらも横の少女ちゃんと楽しんでるなって感じ、はい、うん、どうですかそれこそ息子が2歳ですか。2歳、おめでとう。2歳になって、やがったな。今どうです？イヤイヤ期はまっただな。そうそうだね。そうです。とんでもない。だってドア出る順番とかでイヤとかあるんですよ。鍵をカチャってやったから開けないとイヤっていうのもあるし、最近、ね、あのその子特有のイヤがやばあるらしくて、最近聞いたらあれだよ、寝る方向違うでイヤ。そう、寝る方向違うでイヤ。いや、なんかそれに気づけなかったから、なんか一回ね、あのリビングで、ちょっと水でも飲んで落ち着こうじゃないか、ちょっと本読んでから寝ようみたいなパターンで帰ってきたんだけど、それでも寝なくて、なんか違うかも。そう、3日前ぐらいの昼寝の時に反対側で寝たんだよ、その頭の向き、それかと思って。反対でしたら、やっぱあるんだね。そう、 YouTube との両立はやっぱ子育て半端ないね。絶対今みんないろんな人がそれに行っちゃうって、めちゃくちゃ結婚したよね、お子さんできたりしても、ね、そう、あの奥さんがもちろんね一番頑張ってくれてるんだけど、だからこそ逆になんだろう、俺が体力あるうちじゃないけど、ああなんかこう頑張って育てたいなっていうのはある。いいパパだね顔を真っ赤にしてちなみにスタッフに先に言っとくが、こいつのゲロクソ面白いぞ日本の中でもトップレベルに面白いちゃんと目を当てる。どこの家で入ったの？あるんだ。ここみんなあるんだよ。飯食ってて、この話するのあんま良くないかもしれないけど、うん、あんまその話しない方がいいんじゃない。おい、俺飯食ってんのよ。ほんとだ。これガチじゃないから、ネタで言って。じゃあ言い過ぎたそれがガチっぽくなるちょっとキムチ鍋だけ人気ないんで、急にキムチください。キムチ鍋食べたい人、やっぱキムチダメだな。まさかまさかキムチの人気ないよ。ほんとあれみんな1回目だけやで、キムチ鍋なんかあれね、まあ、やばいわキムチ鍋人気ないよって言ったじゃん。そしたら俺しか食ってないよって見たら塩だったお前舐めんじゃねえよキムチ食えよ。キムチ食うよ。お前昨日からリクエストしてたやつが。俺もキムチ食うよ。キムチ今年あたりからだと思うんだけどさ、うん、マサイが天然のボケとちょっとかましてくるボケを織り交ぜて攻撃してくるようになって。ああそうだね。だから天然のボケ褒められるけど、やっぱ考えられたボケの憧れがある。俺らが自分で言うと狙ってなんか自分でボケたつもりがカレーにするさえ僕は天然のボケはむちゃくちゃ強いわけじゃん。強い、まあ、間違いない。一人で喋り出した時本当になんか全部天然だからさ。そうだからね、脳を鍛える DS がやってほしいもん俺らがやらされてる状態だから俺たちが鍛えられてるから。俺たちが喋されてるから。マサイ先生が顔だけ浮かんでるからスタッフ間でやり取りしてさ、こいつ何言ってんだってなることある。いや多分いやあるでしょ勘違いしてほしくないのが、うん、マサイは仕事はすごいする、うん、あすごいするし、こうファイルとかマネジメントとかもやってくれるんだけど、 それらを全部こなした上で日本語が一向に上達しない。ホントに年々なんか喋り上達してんじゃねみたいなのあると思ってんのよ。喋りは思ってる。いや俺は思ってる。まやかしです。だよな。俺はダメなんだよね。あの、なおくんマサイの言語検査、はい、言語検査するんです。マサイ君が意味のわからないことを言ったやつを全部メモしてくれてる。担当してくれる。俺がいるときはね、ちょっとそれを紹介しててください。はい、マサイのクソバラケー。マッサージチェアをやってたときがあって、ふくらはぎに当てるブルブルブルってやつあるじゃん。あります。膝下入れるやつ。あれをやったときに言ったのがこれね。うわー桃だわ。部位間違えちゃう。そもそも マッサージにないのに。マサイが用なし食べた時にこれ梨みたいな味すんなって言った梨だよっていう。スポーツかなんかやってる時に集中しなきゃいけなかったから、ね、まあ、よしお前自分の気は正気を持てどういうことってそのつもりだよ。自分の気は正気を持て。正気を保ててねえやつがやってる。ハンドボール、はい、やった時あったじゃん。はい、ありました。あれ終わった後しゃがんで右足の左指が痛い。どこだよ。そこどこ。あれに関してはハンドボールの相手チームの人たちもみんなうん。これあの M1 かなんか見た次の日のまさにみんなでその話してた。いや俺は見てたんだよね。あの人が審査員だったんだよ。あら
娯楽家の人って遊んでるだけやつ落語家な娯楽家はただ暇してるやつ落語な落語な師匠のこと言ってるこれ最後ね、今年の最後韓国系の飯になった時飯の話になった時、うん、あの韓国の飯、あー食べてる、何だっけ名前あー思い出したチュロル何それ何それ何だそれ何だそれチュロルチュロスであっても韓国ではないそうだよこれメモっただけでこれだけどそれこそ日常でもそんなある絶対いっぱいあるから一日っきり何かしら出てるよ何かしらあるコラボした相手にも本気で心配されるんですよパソコンとあの道徳でできてますそう本当にいいやつ確かに人のために頑張りすぎて自分だけ置いてかれた十何年一緒にいてさ正しい単語をボンボン生み出せるのすごい確かに飽きないよ飽きない本当に飽きないそれで言うと多分スタッフメンバーも飽きないメンバーあー飽きないねそうそう多分どこにいてもうまくやれそうだなっていうのはドルなのよ、まあ、確かにドルだねそうそうドルなのよまずトゲマギトゲがいっぱいあるじゃんどっちかっていうといやないですあるだろあるだろ相手もあるやろ定期的に前髪の色が変わるやつはトゲあるやろで、ハクは返答がすげえ上手確かにあそう返答が上手にこうしっかりとその場をこう収めるのが上手うんまあそうだねなんだけどたまにこいつ何考えてんだって時あるじゃんやっぱね、マサイの後輩なんだよやっぱ確かにそれはそうだそうだから俺そういう時毎回ハクに言うのハク、脳死って言うの脳死してましたってそれが結構おもろいんだけどそうまあ、アラに関してはもうコミュニケーションの意味だからねあいつ独自ルールだから俺まで喋った彼は彼の気に入った単語のあの文字数でしか話さないネルも、あのネルはね前は癖やばかったよくなってなんか丸くなってきた丸くなった似てるもん確かにもうそろそろ差し色入れていこうかと思う黒すぎるただいま23時59分27秒今年があと30秒で終わりまーす今日10秒目いやマジでスタッフのみんな集まれてよかった視聴者さん待って俺ら関係なくない視聴者さんは視聴者さんみんな見てくれてありがとう2020年の一緒に集まった来年も頑張っていくんでよろしくお願いしますメンバーにはメンバーありがとうございます。はい、スタート。二、一、ニューイヤー。ハッピーニューイヤー。今年もよろしく。今年もよろしく。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。スタッフからちょっと感謝をお伝えしたくて。ええ。いいですか。はい。お時間いただいていいですか。はい。すみません。緊急でプレゼント。おお、ありがとうございます。おお、おお、わあ、いいね。2023年も一緒に企業一緒に待っていただければなという願いも込めて、保険というプレゼントを選びました。一緒に決まりました。チャンネルアート変えよう。あ、そうだね。あ、そうだ。何件？俺もよくわかんないんだけど23年かってこうやってやったけど何やったのまあお前はマサイの次で終わってるよあ今からぶっちゃけられるけど当初入ってすぐの時にやめたいんですって言ってたああありましたねそんなのそうなのそうあったよね一回本気で本気でちょっともうやめるかもしれないそういやでも、まあ、その時にまあいろいろとあるだろうけどもっとこう考えていくうちにいろいろと楽しいまあゲーム感覚で楽しいんだよ、うん、そのなんか責任と思うのはすごい人として立派なんだけどそれで疲れちゃうんだったら時としてはこれはゲーム感覚でやった方がいいよっていう話をしてで俺もそういうのがいろいろとあったからさ過去続けるための技術そう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 やっぱり頑張りすぎるとどっかで折れる時もあるから行動は頑張ってもいいんだけど思考だけは変えてもいいんだよ、うん、話をして短期間での人間の成長みたいなのを帯同の時に感じてその時にやっぱ要は一番下だからさ年がそういう悩みもあるだろうけどまあ彼なりにちょっといろいろとどうにかしたいなとかいろいろあってあれはねまあもちろん個々人に俺いろんな話聞いてるんだけど、うん、だからそういう意味で成長幅みたいなのが、うん、多分あったのは面白かったそうだから対談の時結構話したもんねそうそうよかったね久しぶりの声だけは保て裏返んなよかったねじゃない100Aか上りにでもいいそうですねガガが最初に切れるっていう話聞いたことなかった確かになんかガガ
切れることあんまないと思う。なんかストローの干渉剤みたいな関係のイメージ。なんだかんだ言ってみんなの意見聞いてちょっとなんか笑いに変えようみたいなさ、そうしてくれるじゃん。だからそういう意味で大人だなと思うけどね。あ、でも俺さ、スタッフから聞いたんだけどさ、お前さ、そうだな、俺そう、ラベントにとってもまずいって言ったらさ、撮影でシルクさんの家に行く機会があったんですよ。あった。それで、あのふとその撮影で集合して、でシルクさんが、あ、じゃあちょっと準備するか待っててみたいな感じで待ったんですけど、その時パンツいっちゃったんですよ、シルクさんが。パンツ見た時に、あれ見覚えないかなと思ったんですよ。で、しっかりよく見たら、僕があのダンスやってるんですけど、ダンスの、打ち上げでプレゼントでいただいたパンツをシルクさんが入ってました。どのパンツ？あの動物が結構描かれてる、なんかあのゴリラ？ゴリラです。あああれか、あれか。俺の家にあれはあったんだ。え、どうなんですか？だから、はい、俺ゴリラっていっぱい広めた人に言われるから、はい、俺のなんだと思ってあれどれのなんだ。そうです。あ、俺誰も誰のものかも分かった。ちょこちょこ俺の家にある。お互い混じってるね。結構それメンバー感って言われてたから。あるある。あれだってダホちゃんに貸したバスパン俺4ヶ月ぶりに取り返したもん。オーケー、今度履いてから返す。履くな。今年1年間であの体重100キロ目指してみようかな。え、やったの？やってたんですよ。え、で、ダホには1回それを話して。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。けど、その半年ぐらい経った時に要は70キロぐらいから85ぐらいまで。でもそこの85でビタッて半年止まってるんですよ。で、ダホ君にちょっと難しいかもしれないですかねって言ったら体質的に無理だよって言われて、先にドクターストップ。そう、体を壊さない限り95は超える。デブターストップ。そう、デブターストップ。そうそうそう。この辺とお腹だけついてせいぜい90。私たちの学校は今の、まあ、ネットフリックスよ、あのゾンビオニオッコの時の GoPro はマジでよかった。言ってずっと思ってた。俺はそれは言ってた。そう、追いカメのあの階段の追い方がめちゃくちゃ上手。俺めっちゃ上手だし。ザカ、俺と無人島かけて戦おうぜじゃん。おめっちゃおもろい。お今それはおもろい。今やめるけど。え、マジで直す。大丈夫？結構遠く。そう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 。自分のカチコチ、ちゃんと覚えてる。カチコチ。カチコチ。今4連勝。あ、4連勝。めっちゃおもろいやばい。今俺4連勝。じゃあちょっとやっぱシルクロードになろうと思ってなれなかった2年前を思い出して、まあシルクが個人チャンネルとか、まあちょっとねやりたいこと、またフィッシャーズを思う上でやってくれてることがあって、フィッシャー今までのフィッシャーズにやってたことをやってると次に行けないからっていうのを先に言ってたから、でそこに今までいたシルクロードが変わりにだろうなみたいな感じで頑張ってはいました。一番感じる。そういう意味でね、このチームで勝ちたいなって気持ちはもっとみんな出してほしいかもしれない。まあ俺もそうだけど、なんかできてないことってやっぱ自分でいっぱい思いつくじゃん。できてる、下手したらできてることよりも思いつくわけじゃん。そう、っていうのも多分みんなそれぞれそういったこと分かってるからこそ、なんか一個一個潰してってやっぱこのチームで勝ちたいなって思う。なんかいろんなチームの人とか、いろんな YouTuber さんから見て、あんだほがチームにいたらいいなって思ってもらえる存在に寄りなれた。俺もあれだな、次なんか他はさとよりフィッシャーズには時間をかけなきゃな。いやでもね、それで思うのは他はさとよりじゃなくていいと思う。それはね、公言できるぐらいになった方が俺はいいと思う。多分今の自分の悩みがボーダーに合わせてるって設定も分かってるでしょ。やっぱ自分のここがなくなったらヤバいっていうラインが設定されてる。それをどうしようっていう時にここに設定しがちだから、俺はもっと上を考えた時にここがただ本当のボーダーになると。今はここしか見てない感じがするから、上を見た方がいいと。じゃないと、だからメンタルで人それぞれあるけどって言ってたけど、俺がメンタル強いとかじゃないと思う。目標設定をしっかりしてないだけだと。ブレイクダンスでさ、いろんな場所に行ってるわけじゃん、練習で。それを活かしていろんな場所にコラボに行くとかっていうのをやってって、自分の色味を出した時にここが本当のボーダーになると。今は自分の中のボーダーが目標地点になっちゃってるから、ここを引き上げることが大事。ここだっていう目標を作って本当のボーダーにしなきゃ
多分ザカオのメンタル面の浮き沈みは解消されない。これが治る時っていうのは多分自分の目標設定がボーダーより上にいった時、ここの時にこの沈んでもここだから、ボーダーここだから、これを作るのが大事だなっていうのは今話聞いて思ったから、変な言い方 やっぱ結婚男の墓場だって言うかもしんないけど、別に墓場でもゾンビになれた話だもん。そっからほっくり返して自分から出てこいって話それができた人間が上に行く。だっていっぱいいるじゃん、松本人志さんでも結婚してる。ボーダーを考えすぎかなって。俺はもったいない、多分ブレイクダンスしてる時ボーダー考えてないでしょ。自分で上行こうとかさ、大会出ようと思った時に1位を狙うはずや。それがどっかで消えてんだと。好き嫌いじゃなくて、自分がやったことはちゃんとしっかり爪痕を残したりとかって、自分が要はザカオがザカオであるためのことを考えた時のしっかりとした重要なところがちょっと映像とかの時に薄いんだ。23はその自信持って、そうそうそう、別に自信持っていいのに、それ持ってここに引き上げてここのことやれるなって思った方がいい。自信ない状態でここやるより自信持ってここやれた方がいいわけだから、過剰に自分のことすごいと思わない方がいいのは、それはもちろん俺もそうだと思うけど、でもそこはなんか自分はもっとできるっていう、自分のポテンシャルは信じてあげていいんじゃない。普通にいい話を聞けた。自分が好きなブレイクダンスに例えられた時に、なんか納得しちゃった自分がいて、そういうところで、なんか長年一緒にいるからですよ、なるほどなみたいな。23年、もうちょっとそれを発揮、ね、して、もったいないもん、自分で可能性を狭めてるから、なんかそれがなんか、もったいないって言い方で言われてるからこそ、なんかすごい嬉しいと思うし、悩むところはあった上での、なんかこれ聞いて、なんか逆に良かったなって。それは思うよ。なんかていうか、悩むのは正解だけど、もはや。悩まない方がおかしい。5歳も元気も多分いろいろ迷って迷って悩んで悩んで今のところにたどり着いてるわけだから、結局俺も多分そうなるところはある。情ではあるすごい分かってるから、なんか悩むことで悩んだら絶対成長できないから。まあ今自分を潰す悩みっていうのは意味がないから。そう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 、うん、グループのリーダーやっててやっぱ個人で幸せになってほしいよ。これも一人一人が幸せになってほしいがゆえに、そこでボーダーを見られると俺は悲しいんだよ、普通。まあ、それはでもなんか言葉にせずとも今年そうだね、感じたわ。そう、シルクはちゃんと初詣、文化は好きだったら、お前ダメだ、ここは初詣見えるぞ。初日の出だ初詣見える。お前初詣見えたらシルクバカいいぞ見えてどうすんの。まさにさ、初詣は見えないっす暑いのでは太陽がこうちょっと出てきたみたいなちょっと出てきた初詣が上がったみたいな初詣何なんだよ何なんだよ初詣って来年の目標40分チャーズを来年も40分まで表したほうが筋肉番付新年初スマブラ、あとダーマが何で名前ダースな、今年のまさかのメンバーは俺とダーマと元木だけっていうね。あの他はもう帰りました。今回どうでしたか飲み会は。どうでしたか。アップにするんじゃないよバレたバレたバレた。もう近づいて見えない見えない見えない、助けて新年初負け2023年今年もよろしくお願いします。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。アデューアデューして無理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 アデューアデューですこいつマジ適当だな動画見てくれてありがとう。セカンダリーツイッターインスタグラム、おすすめ動画ここにありけり、チャンネル登録よろしく。せーのアデューよせまずいよ今年の感じはダイヤモンド1000万